北朝鮮、日本の年金でボロ儲けか。井上太郎さんによりますと、北朝鮮が、このように、日本の年金でボロ儲けしている可能性があることが明らかになりました。こういった日本の年金が北朝鮮の資金源になってしまっている可能性がございますので、日本政府には直ちに、 年金の支給を停止していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。